イギリス国鉄 2K2 の6の 2T 蒸気機関車は1950年代にイギリス国鉄が製造した標準蒸気機関車に属する蒸気機関車の1、形式である。本形式は国鉄ダービー工場で脚下両用型機関車に設計、出力区分に m t に分類された。本形式は1952年に導入された。 標準7万8000クラスのタンク機関車版であり、ジョージ・イバットがロンドン・ミッドランドスコティッシュ鉄道時代に設計四国有化後の1946年から運用を開始した LMS2K2 から6から 2T 以上機機関車をもとに車両限界や部品点数の見直しに伴う運転室の縮小、プッシュプル運転に対応などの変更が加えられている。本形式が導入された時、 すでに、l m s 2系2から6から 2T 蒸気機関車が130両投入され、1923年の私鉄、大合併以前の雑多な老朽機の大半を置き換えていた。そのため新型機を多数揃える必要はなかったので、2系の投入後も少数残存した、国有化以前の蒸気機関車を置き換えるだけで十分な30両のみとなった。 1953年にまず20両が国鉄クルー工場で製造され、ロンドンミッドランド鉄道管理局の支線区の旅客列車用に残存していた1923年の私鉄大合併以前の雑多な老朽タンク機を置き換えた。続いて、ダーリントン工場で84,020の84,029の重量が製造され、南部鉄道管理局に配属された。 前期とも黒一色だったが、最初の20両は国鉄初期の紋章が描かれたのに対して、1957年のゾ備ビ機は同輪を持ったライオンの紋章に変更され、初期の20両も同様に塗り直された。キャブ横の車番はダーリントン工場製が10インチだった一方、クルー工場製は標準の8インチを使用していた。1953年製の一時期はほぼ同型の2、 軽テンダー機と共通運用が取られ、LMR のローカル線の価客混合のプッシュプル列車で使用された。SR の二次機は10機ともアッシュフォード機関区に配置され、ロムニーマーシュ線とマーゲートカンタベリー間のローカル列車で使用された。1960年代初頭にこれらの路線が電化された際、大多数は北東鉄道管理局に転属したが、 84,020は1960年に、84,010、84,013から17、84,019、84,025、84,026、84,028の10機は1965年に、ワイト島に残存していた、ロンドンサウスウェスト鉄道時代の老朽機、大2系の置き換えを目的に、イーストリー機関区に再転属したものの、 客車は置き換えられず、アコも改善につながらなかったため、結局いずれも置き換えは実施されず、一度もワイト島で運用されないまま廃車となった。結局ワイト島の路線はビーチングワックスの煽りを受けて大幅に縮小し、残る一路線も1967年にロンドン地下鉄からの中古車による電化で無煙化されることとなった。84009は、 ロイストン機関区が1956年9月にネアに移管された際に LMR から ER に転属し ER で唯一の2型として活躍したがその後ハルデイリーコーツ機関区を経て1962年12月にランディドのジャンクション機関区に転属し LMR に戻ることとなった8万4 0と84004は1963年9月に LMR のオスエストリー機関区に配属されたが、同年短期間西部鉄道管理局で運行されていた。この大一部の SR 所属機は、LMR に転属する前に、ブリックレーザーズ・アームズ、エクスマウス・ジャンクション、ブライトンの各機関区で数ヶ月間運用実績がある。本形式は、廃車後、一両も保存されることなく全車が解体されたが、 同系のテンダー機2型は4両減損し、そのうちウッドハムブラザーズ社のスクラップ工場で保管されていた1両がタンク機に改造されることとなり、本形式のラストナンバーの続番として84,030の番号が与えられた。78,059号機改め84,030号機が改造の種車に選ばれたのは保管中に淡水車が失われていたこと。 また運行される予定のブルーベール鉄道はかつての SR 内にあり局内で活躍しなかったテンダー機のままより配置された実績のあるタンク機に回収する方がブルーベル鉄道に適しているとされたためである。2020年現在、後部大枠が延長されただけで計画は停滞している。ありがとうございます。